藤原光勢は、平安時代中期の苦行。藤原北家、右少将、藤原義隆の長男。かには、正二位、県大納言。一条朝四納言の一。世尊寺家の祖。当代の農書家として、三席の一人に数えられ、その書は、後世、厳籍と称された。書道世尊寺流の祖。天禄三年右少将、藤原義隆の長男として生まれ。 祖父の殺生、藤原これまさの勇士となった。しかし、祖父は同年中に皇居し、さらに定園二年父、吉高も休止したため、一族の没落を受けて、外祖,祖父、源、康光の飛護を受けて成長する。源の康光は、文章生から式部大輔を務めた、紀伝道の学者である一方、大上官の行政事務の中枢である弁官を、 歴任し比べと頭も務めるなど、感学に造形が深く、内定、外定両方のリムに通じていたらしく、この学問や知識をもって、後世に十分な教育を施したと想定された。天元五年東園邸で元服し、永館二年外籍関係にある東宮、諸貞親王の年借によって、十五一下に助赦した。同年、諸貞親王が即位すると、 皇勢は関奈元年自重に任せられ、翌関奈二年正殿を許されるなど、天皇の身近に仕えた。しかし、同年6月に、右大臣、藤原か家への策謀により、花山天皇は出家、上位してしまい、皇勢は外籍の地位を失った。この事件によって皇勢は少なからず影響を受けたと想定されるが、その後も神奈三年十五以上。 省略2年生5位下、省略4年中4位下と議会の上では、それなりに立身を続ける。これについては、厚勢の家柄、資質のほか、外祖,祖父である県中納言、源、安光の彦も働いていたと考えられる。しかし、14位下への除位によって、佐平健介を解かれた後、用人の貧乏助のみを帯びて、しばらく他の教官に認じられた形跡がなく、 人間面での不遇は否めなかった。なお、この間の英祖元年には、源の安清の娘と結婚している。蝶徳元年蔵人等検査中弁、源俊方が三議に昇進し、公認として公税が、蔵尾と頭に任ぜられる。これについては、前任の源の歳方が一条天皇に対して、公税を推挙したため、地下人から一躍 クラと頭に抜擢されたとの逸話がある。実際には天井であったか、少なくとも長く地下に沈林していた状態ではないと考えられるが、ビンゴスケのみを帯びたほぼ3くらいに等しい構成の東洋は人々に驚きの目を持って迎えられたと想定される。また、この抜擢については、源の年方の推挙が大きいが、 これまで皇勢が積み重ねてきた真面目な努力が一条天皇をはじめ人々の認めるところとなっていたことも背景にあったと考えられる。なお、皇勢は、蔵人頭になってすぐには弁刊になっていないが、さすがに、異例の抜擢によって蔵人頭になった上にすぐに弁刊を兼ねるのははばかられたらしい。しかし、ここで皇勢は力量を認められ、 翌朝徳2年4月になって、検査中弁に任官している。さらに、同年8月に、精査中弁の藤原忠助が、右大弁に上ると、公認に、源の相方が任ぜられるが、一条天皇の意向で、精査中弁、源相方と、検査中弁、藤原光勢が入れ替えられ、光勢は、上楼の相方を差し置いて、聖佐中弁に昇格した。朝徳四年正月に、 これまでの精霊ぶりを一条天皇から称されて、臨時に四人以上に助せられる。七月に、左大弁、源不義が没したため、右大弁のポストが開くが、これに対して、再び、皇勢と、源の相方が競合する。源の相方が、右大弁を望んでいることを、相方の演者でもある、左大臣、藤原道長から告げられると、皇勢は、 以下の通り警防の不条理に反論し、道長もこの反論を容認した。10月には皇勢は右大弁に昇格し、日記に、字に、年27、年未だ32を呼ばずして大弁に任ずるは、定信仰21.8条大少年25の、みなり、と、誇らしげに記している。なお、皇勢の公認の左中弁には、公開新順が任ぜられており、 この人事の前に相方は病没したとみられる。こうした中で、長保元年11月に、藤原道長の長女、藤原昭子が一条天皇の皇宮に受大死女後となる。そして12月に不皇太后、号、政子内親王が崩御したことをきっかけに、道長は、第一王子、厚安親王を生んでいる中宮の、藤原啓子に対抗するために一帝二皇となる、昭子の立皇を希望。 光勢は、道長の意向を受けて一条天皇に対して、秋子立皇の意見愚心を行った。光勢の愚心に対して一条天皇は許諾の意向を示す。このことについて、道長から光勢が、蔵人頭として天皇の身近に使えるようになって以来、折に触れて自分のために取り計らっていてくれたことは知っていたが、感謝の気持ちを示すことができなかった。 今こそこの熱い恩の深さを知った。皇税自身のことについては、もちろん何も心配することはなく、お互いに、この代になっても必ずこの恩に報い、兄弟のように親しくするように言い含めておくと感謝の言葉を受けた。この皇税の無心の論子に対しては、道長に対するへつらいに基づく奇弁や極論とする見方も多い。一方で、 行為にある者全員が真事を務めないことや、出家しながら、再び受大して、御子を設けた停止に対する批判など、当時の貴族、官人社会の中で納得できる理由を並べており、すでに、秋子立皇の必然性を理解しその大義名分を模索していた一条天皇に代わって、その正当性を裏付ける議論を展開したものとする意見もある。こうして、皇税の尽力もあり、 翌朝法2年2月に秋子は立候補した。ところで、同年8月に秋子のいとこにあたる、古関白、藤原道金の娘である、藤原孝子が両子となる。孝子の母である、藤原茂子がこの両子宣言の直視を報じた皇勢に、まとい頭を送ろうとするが、皇勢はこれを察して寄するために、茂子がいる孝子の増子へ行かずに、陣に行って、青くげする。 そこで重子は、皇税の従者に渡そうとして失敗すると、必要にも、皇税邸に下人を使わせて送り置く。皇税の妻は、次第を皇税に給報すると、皇税は、まとい頭を取り寄せて、重子家と親交があった、検査中弁、藤原節皇経由で受け取る理由がないとして、返却した。し子は恨みに思って、東三条院や道庁に収訴するが、皇税はこれを、 おこがましいと日記に記している。このことは、高税の木ぐらいの高さを示している一方で、道金にとって一時期の関係に過ぎない、主げ子書生の高子の女子宣言は、宮廷社会で正当なことと認められていなかったと、想定され、人々は、まとい頭を受け取らなかった高税を称賛。面目を失ったしげ子を長生の目で見ていた様子が、うかがわれる。 同年10月には心臓された代理の電車、門の諸学を行い、正四位下に除せられている。長方三年2月に、参議人間を前提とした蔵人頭の事態をこうて、申し踏みを創上するが、認められなかった。蔵人頭を務めること5年半に及び右大弁を帯びていた公勢は、参議承認の資格は十分にあったが、一条天皇は有能な公勢を、 側近から手放したくなかったものと想定される。なお、一条天皇は、皇税の名分、名筆の申し文を秘蔵したかったらしく、この申し文を書写して献上するように見事乗りしている。3月には道長から、この絵中上権人の内容を受けるが、皇税はいとこの藤原茂久に譲った。これは、当弁に、さらに中将を献体する意味とは考えにくく。 激務に疲弊している公勢から弁官を解くことで、負担を軽減し、なおしばらく、蔵人頭を務めさせようとする妥協策であった、可能性もある。ところで、かねてより公勢は、伝領していた、平安京北高の一条王子、大宮王子松北の大大理北方にあった、東園邸に、世尊寺を創建しており、同2月に、天台座す各京役業、 天上人多数参加の元盛代泣くようを行い、3月には、世尊寺を古願寺として、定額寺にすることを創生して、直居を得ている。世尊寺昆流は、皇税の信仰心に基づく純粋な宿願で、さらに当時の世間無常の様相の影響を受けたものと、想定されるが、結果的に泣くようを通じて、皇税の力を宮廷社会に誇示することに、 なりその社会的地位をさらに高めることとになった。なお、この寺院の故障が後に皇税の公営をして、世存受刑を名乗らせる根拠となっている。同年2月末に皇税は厚安新郎家の別当に任せられるが、前年末に聖母、藤原定氏が放御していたため、中宮の藤原明子をその母親代わりとするよう、五官の名手が、古希人諸の縮層を、 馬皇后に養育させた孤児を引き合いに出して一条天皇に対して相乗する。これは厚安新能に後ろ盾を求める一条天皇と娘の中宮の藤原明子が未だ巫子誕生を見ない藤原の道長の利害を一致させる検索で8月には初めて厚安新能が中宮の上五局に渡り明子による養育が始まっている。また同月には 倉人頭の老六年にして参義に任せられ、ついに苦行に出している。九月に入って、初めて参義として参大すると、一条天皇から、召されて、古問の職を咲くといえども、なお聞き得たるところをそうすべしとの直があり、十月に入ると自重を検体するなど、一条天皇が後税を、側近から話したくない様子が伺われる。なお、公認の倉人頭はかつて、 公勢を推挙した、年方の弟である左近江中将、源常房であった。同年10月東三条院の45画に伴う、院子に対する除衣で、13ミに、長宝5年11月には、心臓代理の初伝者学を書いた功労で、肖像くらいに、少女されている。観光2年公勢は、左大弁として、弁官の上司となるが、この頃より、 左大臣、藤原の道長邸での私的な催しへ頻繁に参加するようになり、同じく、同朝邸に頻繁に訪問していた県中納言、藤原忠信らと共に、道長への中勤ぶりを、藤原さねすけから、活勤勘立ち目として批判されている。厚勢の同朝邸への頻繁な訪問は、倉人当時代も同様であったが、当時は一条天皇と内乱の左大臣であった。 道長との間で連絡や調整を行う立場上当然であり、厚い信任を受ける一条天皇の権威を背景として道長にも一目置かれる存在であった。しかし、参議商人によって天皇側近の立場を離れて松田の苦行となった公勢は、大上官の筆頭である道長の権勢をまともに受け、迎合の必要性を身近に感じて、 積極的に道長に接近するようになったと考えられる。同年11月に代理が消防し、光勢は源の年方らと共に造宮行事を担当する。観光3年末にかけて造宮は完了し、観光4年正月のジョイにおいて光勢は造宮行事を称されてジュニーに少女される。皇勢はこの少女により、議会の上では中納言の藤原時光。 県中納言の源の年方、藤原忠助、千人参議の藤原康平、菅原助政を超えて、当時まで極めて稀であった2位の参議となる。後勢のこの栄心が、人々の目を引いたと思われる一方で、かつて自らを推挙してくれた恩人の源の年方は将を弟の常房に譲って肖像くらいに止まっており、皇勢自身は、この昇進に、 心苦しさも感じていたことが想定される。観光5年9月に、中宮の藤原明子を母とする一条天皇の代に王子、厚平親王が生まれる。さらに、翌観光6年2月には、中宮のと厚平新皇及び同調に対する図書事件が発生し、厚安親王の外籍であった、藤原これちか、源語り、高品光子が処罰を受ける。 この事件は、皇位継承の最短距離にある、第一王子、厚安新郎にダメージを与えるために仕組まれたとも考えられ、厚安新郎壁等であった厚税にも多くの悩みを残したと想定される。観光6年仙人参議の藤原有国を超えて、県中納言に任せられ、長徳2年以来13年間務めた弁官の官職から離れている。 観光8年5月下旬ににわかに重病となり、上位を決意した一条天皇から、第一王子、厚安親王の立大使の下否について、諮問を受ける。これに対して後勢は、怒り竜を挙げて、東宮には、第二王子、厚平親王を立て、厚安親王には、年間、年尺、年休の受領の利等を与え、有能な帝心を使いさせるなど、 しかるべき待遇を与えるように進言した。この進言は極めて冷静に大勢を見据えた論であり、再び大義名分として、死にを強調した内容となっている。また、結果的に、道長の意向に沿っているものの、道長へ、迎合や、奉仕していた、厚安信濃への忠誠心の否定は当たらないと考えられる。さらには、秋子立候の時と同様に、 必然性を理解しながらなおも応能する一条天皇の代弁とみなすこともできる。なお、以前から後税は厚平親王に対して王者の層を認めていたらしい。ところで、秋子立皇の際は道長から手放しで感謝を示されたが、今回の後税の進言が道長の耳に届いていたかどうかは明らかでない。6月に臨時の除衣があり、観光三年の造偶において電車や 門の額を書いた章として皇税は聖位への加会を申請する。この造遇に関して、すでに行事章として観光4年に多くの先任者を超えてジュニへの破格の昇進を果たしており、一条天皇の上位を前にした駆け込み的な申請であった。この申請に対して一条天皇は巨諾の意向を見せるが、道長を含む三大人が聖二位に止まっていたこともあって、 道長の承諾が得られず、皇税の少女は実現できなかった。同月半ばには一条天皇から三条天皇への上位が行われ、間もなく一条上皇は崩御する。皇税は上皇の因子ではなかったが、側近の審として道長の指示を受けて、葬儀や法事に参与した。同年10月に三条天皇の即位式が行われ、皇税は千名氏を務めたが、 その際の身体の振る舞いが非常に見事であったと、道長から賞賛を受けている。観光9年2月に、同調次女の藤原健子が皇后に作立され、皇太后、藤原従子が、太皇太后に転じるため、皇勢も太皇太后休憩ライブに選った、選たしかし、翌3月になると三条天皇は先に受代して、御子女,女を設けていた古代納言。 藤原成時長女の藤原聖子を立候を強行しようとする。一帝二皇は一条朝に続くものであったが、皇族、大臣以外の娘が立候した先例は、平安時代初期の立花の価値子以外になく、左大臣、藤原道長以下多くの帝身がこれに納得しなかったらしい。かつて、一条天皇に一帝二皇を進言した、皇勢も同様で、 生史立候の儀には参加せず、同日に行われた、剣士の代理参入の儀のみに参加している。昭和2年岩は清水行行事賞として、かつて果たせなかった、正2への上位を受けた。昭和4年12月に三条天皇が上位の意向を示し、翌朝は5年正月には、同朝の外孫である、五一条天皇への上位や、即位式に関する所持を定めたが、皇税は、 藤原忠信や藤原均等ら他のようなゴンラと共に自ら筆を取って式の作成や過去の記録の消失を行い道長を感動させている。昭和六年道長が摂政左大臣を辞し、長男の藤原頼道が摂政となるが、これ以降の後税は頼道の側近的な立場となったとみられる。昭和六年皇太子であった三条天皇美子の 厚明親王が皇太子を辞退するが、皇勢はこの方を受けて感想に詳しくないと前置きしながら、厚明親王について無流眼と感想を残している。また、官任2年には皇勢が家別島として仕えた厚安親王が没した。官任3年4月にトイの入港が発生、女神族が九州北部に侵入するが、打宰言の措置。 藤原高井の指揮に従った打宰府管内の武士によって撃退された。6月末に、苦行邸にて、武功者に対する報奨が審議されたが、以下のやりとりがあった。サネスケの意見に、藤原忠信が賛同し、その後、金党公税も同意した。この事案は、支配層である、宮廷貴族の形式主義や、地方の現実に対する認識不足の、 典型例とされることが多い。これに対して、当時地方における豪族の勢力慎長が進行しており、豪族たちは朝廷の軍隊としての役割を担いつつも、反乱や朝廷の意図せぬ他国との交戦など、暴発する可能性が常に存在していた。この状況にあって、朝廷は伝統的権威によって、かろうじて豪族たちを制御していたため、権威の象徴である直布を、 重要視したことは、やむを得ないとする意見もある。同年12月に高井への公認として公税が、多材言の措置を兼ねるが、これは無効である、藤原長井への世話をする費用が不足していたことから、公税が、見入りの多い等官職を望んだものとされる。しかし、公税は、九州へ赴任しないまま、翌官任4年県大納言に昇進して、言の措置の任を去っている。 この経緯については、娘である長井室の病弱を拝していたことや、公税自身が公ごとに書くことができない人材であったことから、公税の下校が叶なわないうちに、県大納言商人と引き換え二言の措置を返上させられたものとみられる。さらには、太宰府における現地での任務は、公税のような上級貴族には、かなり厳しくに使わしくないはずで、公税が公師のことにかまけて、 国を伸ばし伸ばしにしているように見え、今の措置返上は厚税にとって、積極的に辞意を示した結果ではないが、必ずしも不本意なことではなかったとする意見もある。結局、治安元年延長過失は病没してしまうが、娘を失って激しく憔悴し、悲嘆に暮れる厚税の様子が、映画物語や、今季から伺われる。治安2年、厚税の子息。 藤原さねつねが国主を務めていた、田島国において、同国にあった、古一条院所有の荘園の召喚であった、おもんみ朝さ法師に対して、国画の官人を殺害したという容疑で、国府が、朝廷に訴えを起こす。一旦、おもんみ朝に対する追武の戦時が発給されるが、殺害されたとされる人物は、実際には生存していたらしく、翌治安三年正月に、 古一条院からこの訴えは虚偽であるとして、差し止めの請求がなされると、朝廷は直ちに方針を変更し、訴えを起こした田島国の軍事らに出頭を命じる。4月になって7名の軍事が上京し、当初皇税は、軍事らに、自らの邸宅に宿所として与えていたが、間もなくケビ医師左衛門の死、淡田と夜道によって、軍事らは捕獲、連行されてしまい、皇税、 サネツネ親子は大いに面目を失ってしまったという。ケビン市長での関門において、軍事らはなおも殺害は事実であると証言するが、これを聞いた皇勢は、夜も寝られぬほど心痛し、サネツネの処罰も、覚悟の上で、道長に事実を告げたい意向を、右大臣、藤原サネスケに伝え、サネスケもこれを強く進めたという。結局、五一条天皇の直裁により、 手続きに瑕疵があるとして、訴えは無効とされ、おもんみやさは特別に赦免される。一方で、軍事らは保釈されて帰国。さ熱根もリム停止に処せられるが1ヶ月で解除されている。万十二年、藤原長江への皇室が没すると、皇勢は再び長江をむこうに臨む。しかし、右大臣、藤原さねすけも長江をむこうに臨み、 道長はサネスケ娘との結婚に賛成したため、後税の希望は受け入れられなかった。万十四年正月より後税は体調を崩し、九時には参加したものの左手の不調や乗馬に耐えないことを訴えている。さらに四月の鴨祭りに上京を務める予定にも、かかわらず、三月に近畿に触れる恐れをして、休時を行うなど、後税の体調は下り坂に向かう。そして、 12月1日に飲酒に向かう途中で突然倒れ、その後は会話、飲食ともできないまま、4日に公居した、去年56、最終官位は、県大納言のリマサニー県阿なお、道長は、虎国、皇勢は、異国と同日に没死したが、世間は、道長の死で大騒ぎとなっており、皇勢の死については気に留める者が、ほとんどいなかったとされる。7日に、 不動町の死を上奏しようとした、関白、藤原頼道は、後税の死去も上奏するように進言した、大劇、清原頼高を感動している。頼高の幹事は9日後に解除されたが、頼高は、自らの正当性を人々に訴えるとともに、三義、藤原工業の残言が頼道の対応につながったと、している。なお、私的な感情に流されて、 感動の処分を下したと批判されるのを恐れた、寄り道は処分を下したことすらとぼけたという。詳細を極める日記、今期が著名で、平安中期の正常、貴族の日常を記録したことで重要視される。省略2年から観光8年までのものが伝存し、これに万寿3年までの一文が残っている。また、書務に通じていた公税は、夕食古実書。 新鮮年中行事を表した。同書は、構成作家に利用され多くの逸文が知られているが、全体については伝存せず、散逸したものと考えられていた。しかし1998年、京都御所内東山古文庫に所蔵されていた、五歳天皇の新筆、年中行事という二冊の書物が、新鮮年中行事の写本であることが逸文との称号等により判明し、 研究者の注目を集めている。直線家人として、五州岩歌集以降の直線和歌集に九首が再録されている。共同立式より、大納言皇勢井上探検室天井で、藤原さね方と歌について、口論になり、怒った実方に冠を奪われ投げ捨てられるも、皇勢は取り乱さず、主電子に冠を拾わせことを荒立てなかった。 この様子を瞳から見ていた一条天皇が皇税の冷静な対応に感心し、蔵人頭に抜擢した。年方の推挙により蔵人頭に任命されたことを承知していて、後に年方を超えてジュニーに除せられた際も、決して年方の上席に着席しなかった。年方が出資する日は病気と称して、出資を控え、やむなく両方が出資する日は、 向かい合わせの席に着座したという。当時の実力者、藤原道長からもその書道を重んじられ、皇勢が王城要衆を道長から借用した際に、原本は差し上げるので、あなたが写本したものをいただけないかと言われたという。交渉将と呼ばれ美男の評判孔を買った藤原茂家は、皇勢ら、観光の四名言が神座で調整の議論をしている様子を目にして、 自らの被災を悟り、親友で同じく、テル中将と呼ばれ美男の評判高かった、源の重信と共に、恩情寺にて出家して頓生したとされる。精神と皇税も、また、中心を隔てざる人という親友関係であり、精神出家の数日前にが出家することを皇税が、夢に見て、それを彼に告げると、彼は、正夢なりと笑って答えたとする話が残る。 尾野東風藤原助政とともに三席の一人に数えられる。皇勢は道風に死縮し、その遺木にも道風の影響が見られる。その追母の情はかなり強かったらしく、元気に夢の中で道風に会い、処方を授けられたと感激して記している。皇勢の処風は、東風や助政よりも和洋化がさらに進んだ優雅なものであり、皇勢は、 和洋書道の確立に尽力した、世尊寺流の宗家として、また上代様の完成者として評価されている。白紙紙巻部分本のうじ切れ部分など、いずれも、漢字体で、金は残っていないとされる。なお、京都の旧居堂が所有する、伝藤原光勢筆金な小則は、光勢より、時代の下る11世紀後半の作品であり、筆者も一人ではなく、数筆に分かれる。 支配文章参照。中気のないものは、苦行部人に,による。ありがとうございます。